はい、こんばんは、山城と申します。さあ、今日はね、お得な切符情報ということでございましてですね。JR 東海さんからですね、実は、この10月から、なんかめちゃくちゃお得な切符が発売されてますよということなので、ちょっとそれについてね、調べがてら情報共有をしていこうじゃないかというわけでございますね。名前がですね、まあ、表題にも出てると思います。名古屋お出かけ切符という名前で発売がされているらしいです。なんか、かなりお得になるみたいなんですけど、今までね、その名古屋近辺のフリー切符っていうと、青空フリーパスっていうのがあってね、あれも結構お得でしたよね。2500円で、南は紀伊長島から、多分どこら辺も、美濃太よりもっと先とか行けましたよね。あ、そのあたりもね、ちょっと比較するの見ていきましょう。結構ね、豊橋とか、あっちの方から、いろいろとね、カバーしてる。名古屋近辺のね、ところは、ほぼほぼなんかカバーしてる古い切符買ったんですけど、なんかそれよりもお得だよっていう話だったんで、実際にね、じゃあ見ていこうというわけでございますね。で、青空フリーパスとどのあたりが違うのか。で、まあ先にちょっと言ってしまうと、ちょっと受け取り方法とかに、ちょっと予約とかの仕方が、ちょっと青空フリーパスよりもちょっと複雑な部分があるので、そこについてはね、しっかりと、ここのところでもね、抑えていこう。その予約サイトとかいろいろとちょっと準備がいるんで、実はまだ会員登録も何もしてないんで、実際に会員登録とかしてみてね、どんな感じになるかっていうのも、レビューで入れていけたらなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。で、行ってみよう。まあ別に速報だから何も入れねえんだ。エフェクトも何も。最近、普通のやつでもエフェクト入れてないんですけどね。ちょっとね、出数ちょっと増やさないといけないんで、ちょっとそのあたりはね、いろいろと、カットインの入れ方とかそのあたりとかをね、工夫して、まあそれだけでね、1日に投稿できる動画の投稿本数がね、2本とか、1本2本増やせれるんで、また年末に向けてね、ちょっとドカッと、また2、8本ぐらい作るのかなという感じでね、頑張っていきたいなと思ってますんでね。っていうことなんですけど、まあ、それに向けてもね、ちょっと、動画のネタにもね、お出かけ系のね、ネタにも書かれそうなんでね、この名古屋お出かけ切符っていうのがね。で、実際に見てみましょう。ここでいいかな。これがね、JR 東海さんのところにあった、情報なんですけど、名古屋お出かけ切符ってことで、普通列車、普通車、自由席用ということになってますね。通年でフリー区間内の快速普通列車の、普通車自由席が乗り降り自由の1日フリーパスですということですね。利用期間は2023年10月1日から通年販売ということで、週末だけの販売とかじゃなくて、本当に平日でも大丈夫ということなんですね。で、有効期間は1日間の切符となります。で、大事なのが今下にちらっと出てましたけど、ここですね。でかくしよう。設定区間とかがあれなんですけど、まず、額面ですね。大人1500円。これは安いですね。フリー切符、1日乗り放題の切符で1500円はかなりお得です。で、問題はあと、区間ですよね。どこから使えるのかなっていうところなんですけど、パッと見てみるとこんな感じですということですね。フリー区間、今回、伊勢鉄道を含まない。わざわざ書いてあるのは多分、青空フリーパスが含んでたからだと思います。区間で行くと、亀山、こっちの方だと亀山スタート。亀山から、ですから名古屋の間、四日市は当然だから OK ですね、ということですね。で、さらに、南の方、東の方見てみると、竹豊はもう終点の竹豊線まで行けますね。竹豊線は最終点竹豊まで行けて、で、さらにこっちの橋は三河三谷ってなってます。これ、確か、蒲郡の一つ隣じゃないかな、三河三谷って。安城があって、蒲郡があって、ここっすね。三河清津があって、蒲郡駅がここですね。で、その一つ隣、ここの三河三谷まで、対象になりますよということらしいです。ですから、青空フリーパスは、ずーっと行って、どこまでだったっけ？ここ新豊橋になって、ここが、豊橋駅ですよね。なんか、ここら辺までアップしないと出ねえんだ。豊橋駅があって、どこだったっけ？北側でしたっけ？ここまでが確か、対象でしたよね。まあ、一つ先のところってことですね。
が対象でしたけど、今回の切符はそれと比べるとだいぶちょっと南側の方ですよね。で、さらに、上は、かまど、美濃太田、刺身とこの辺りになっていると。美濃太田はね、端っこのところなんで分かりやすいんですけど、ここってなってますね。瑞浪市、瑞浪駅はここなんで、そこからちょっと奥行ったところってことですね。恵那とか中津川よりはもっともっと手前ってことですね。前のやつ、青空フリーパスだとどの辺りまで行けたって、結構行けばね、白沢か、この辺りら辺まで行きましたよね。なのでね、その辺り、彼、ちょっと区間は狭くなってるとはいえ、彼かなり、いわゆる名古屋近郊っていうふうに見てみると、しっかりとカバーしてますよね。で、こっち側は美濃太田、ここですね。美濃太田から、こっちのですから、平田線でしたっけ？ここら辺とかはもうカバーをしてますよ、というわけでございますね。鵜沼とかがあって、高山本線の方も大丈夫で、で、大垣、美濃赤坂も OK で、関ヶ原までカバーしてますよ、ということですね。関ヶ原が、ですから、こう、こう言って、ここまでね、カバーしてますよ、ということでございます。なんやかんやこれかなり、1500円で値段考えるとね、かなりお得ですよね。っていうのも、冷静に考えてみて、これ、亀山から名古屋って、亀山から名古屋まで片道990円なんですね。ですから、往復、亀山、名古屋、往復するだけで全然元が取れちゃうよと、いうわけでございますね。もうこんなの、ですから、亀山から浜戸まで行ってみたら、浜戸まで行ったらどうなっちゃう？片道1980円。片道1980円なので、往復、どころか片道、行っただけでもう元が取れちゃうという、もう猛烈お得な、切符になっておりますよ、ということでございますね。これはもうですね、特に四日市市民だとね、四日市からちょっと名古屋から先、名古屋往復だと、四日市だとちょっと、それだけだと元が取れないんですけど、金山行ったら元取れるかな？770円。乗り換えたり、これですね。770円なんで、1540円。なんと、金山行って帰ってくると、元が取れちゃうというあれですね。まあ、これ、乗り通しの料金なんで、正確に言うと、名古屋で一回降りて、名古屋から金山の切符をね、買い直すと、ちょっと、お安くなったりするっていうのがあるんで、一概にはね、あれなんですけど、まあ、ざっくりと、名古屋よりちょっと先に出かけるんだったらもうお得になっちゃうなっていうことなんですね。っていうことなんで、かなりお得じゃないですか。なんならこれ岡崎行って帰ってこれますからね。JR になっちゃうんで、JR の岡崎駅とはいえ、行けちゃいますからね。相当、だって普通に岡崎行こうと思ったらよく帰ってから岡崎って言ったら、1340円でしょ。ほぼほぼもう片道料金。だけで行って帰ってきて、名古屋で遊んでね、帰ってくることもできますよ、ということね。これは、お得じゃないのと、いうことでございますね。ですのでね、これは使わない手はないぞ、というわけでございます。ちなみに、ここに出てます。発売方法としては、JR 西日本の、インターネット予約サービスの e-ご予約っていうサービスがあって、これ、5489って書いて e-ご予約って呼ぶんですけど、このご予約サービスのサイトで、できるらしいです。で、EX サービスにログイン後の画面からリンクする EX サービスで、ご予約する場合に、ご利用いただく場合に限りますということなんで、旅先予約から e-ご予約を利用いただくという形らしいので、EX サービスと登録も必要ってことなのかな？ EX サービスで、まあ、東海道新幹線使ってる方ですとね、まあ、よく見かけるサービスだと思うんで、あれですけど、こういったような感じになっているということでございますね。これはかなり、お得になってるんじゃないですか？で、いうのがあるんで、これはね、ぜひ、ちょっと使い方を知っておきたいというか、実際にちょっと私も今度使うのに、実際にちょっと予約をね、入れてみようじゃないかというわけでございますね。じゃあね、早速、この e ご予約サービスのところ、行ってみましょうか。e ご予約にここから行けるのか。あ、ちなみに、この辺り押さえとかないといけないですね。今回のやつね、普通列車飲みますよってなってますけど、
いわゆる、切符の種類の感じとしては、静止に18切符みたいな感じのやつと、青座フリーパスというのがあって、この二つの違いね、大きくな違いとしては何かというと、特急には追加料金を払ったら乗れるパターンと、追加料金払ってもダメですよ。要は一切乗れませんよっていうパターンがあります。で、今回のやつは、青空フリーパスと同じような感じで、ここのところですね、在来線特急車、急行列車のフリー区間の設定が黒三角になってます。これがね、×になってると、特急料金が払ったって乗れませんよっていうふうになってるんですけど、今回の場合は、これ三角になってるということなんで、運賃部分のみ有効ってなってます。別途料金が必要ですよっていうふうな注意書きがありましょう。言い換えれば、特急料金には乗車料金はいらなくて、特急料金さえ、個別で支払えば、特急にも乗れますよということになります。で、この有効区間だと、どこがあるかな？高山か。高山の方に行く、特急飛騨か。特急飛騨と、信濃も入ってくるかな？信濃と、あとは、南紀ですね。南紀が、この3つのね、特急が、この区間で走ってますので、この区間内であればね、その間に、だから、エナって止まったっけ、信濃。だから、エナに行くのに特急を使ってみたいだとか、まあ、もちろん、四日市から名古屋までね、特急を使ってみたいだとか、っていうような、使い方もできますよということなんで、これはね、しっかりと押さえておきたいと思います。まあ、四日市から名古屋の場合はね、快速三重がね、ほぼ同じ、運行時間で行ってしまうんで、あんまり、あれですけど、使い勝手はないし、4日から先はね、全く別になってしまうんで、ちょっとそこら辺はね、別になってしまうんですけど、とはいえ、まあ、少なくとも四日市市民、あとこれもう、亀山市民大歓喜ですよ。亀山から、ですから、ね、名古屋行って帰ってくるのが実質750円、片道750円で行けてるんですからね。近鉄の、近鉄の四日市名古屋間と、あんまし変わらないじゃないですか、もうはや。あっちが650円だったっけ、いくらだったっけ、片道760円。片道760円？今。今、片道760円。じゃあ、往復したら1520円ですよね。なんてことだ、なんと。この切符を使ってしまうと、今や、近鉄で四日市から名古屋に行くよりも、安く、亀山から名古屋に行って帰ってこれちゃうという、なんてお得なんでしょうね。っていうサービスということなので、これはもう使わない手はないぞと。もう、亀山市民大歓喜ですよ。なんてことだと。もう、やはり JR で行くしかねえと。で、正直、ね、こうなってくるとね、これ、大体ね、四日市から名古屋に行くのもね、基本的には近鉄やっぱ使うことが多いんですけど、まあ正直近鉄の前ってパーク&ライドね、しようにも、駐車場の料金が高いですし、なかなかね、不便なことも多いんですけど、そう、このパターンだと何がいいって、亀山の100円パーキング使えんだよな。ですから、で、四日市からね、名古屋の料金も、亀山から名古屋の料金も変わらないんだと、ワンチャンありだなとかって考えながらね、いろんな、ちょっとパターンが考えられるぞと、いうわけでございますね。これはかなり使い勝手がいいぞというわけでございますね。実際ちょっと比較で出してみましょうか。青空フリーパスってのがありますよね。青空フリーパスは、これですね、二川とか、こっちの先が広い。亀山から先のところもね、普通に行けたり、松坂、伊勢奥津、長島、男とかまで行きますんでね。まあ、こっちの方のローカル線の方とかにもね、行くよとかっていう場合でしたら全然こっちの方がお得になってくるんですけど、料金は2620円ということで、1120円。ちょっとお値段が上がります。まあ、その分エリアが広くなるんで、遠方に行くのはあれだったんですけど、それこそ、亀山から名古屋とかね、の利用とかだったら、ちょっとこれ使うとまだちょっともっと取れんしね。だからちょっとね、ちょっと遠出をするとき、まあ、豊橋とか行くっていうんだったら全然お得になってくるんですけど、ね、応募とかだったら、まあ、ギリね、元は取れるけど、ぐらいのね、感じでしたか、かなっていう感じでしたからね。まあ、乗り降りをいろいろ何回かすればね、まあ、元も取れるしな、とかっていうような、ちょっとね、三段のね、頭をつかないといけなかったんですよ。これもうバカになっていいです。もうバカになって、とりあえず金買っときゃいいや、ってね、なれるんで、これは買いましょう。ってことで、早速ね、ちょっと次の、週末、出かけるような切符を買っていきたいと思います。
で、ESX サービスにログイン後のリンク画面からってなってますけど、これ、いいご予約の登録は別途しとかないといけないのかな？ちなみにこの後、受け取りに必要なものとかは、またこの後、実際に受け取りに行くんで、その時にやろうと思います。まずはね、座学編ということでね、ここからいいご予約で、まず予約をしてみようと思います。さあ、ようやく調べてみて、分かったっぽいんで行ってみましょう。まず、EX サービスに行きます。で、エクスペース予約なんですけど、私はスマート EX で、そうだ、予約しとったんで、スマート EX でログインをします。そうすると、こんな画面になります。で、この EX 旅差し予約というのをします。すると、いろんな旅先のやつがわーっと出てくるんですけど、基本宿泊プランみたいなのがわーっと出てくるんですけど、今ね、スマホで見たらもうここの段階でいいご予約のやつがタグが出てたんですよね。だけど、ここだと出てこないんだよな。ってことでね、わからないんで、スマホの画面と今、リンクさせて、端に貼っつけときます。これでね、見ていきましょう。で、なんかもうよーく開いてるんでわけわからんことになってますけど、この名古屋お出かけ切符ね、のやつの EX サービス行ってみます。で、スマホだとさっき出てきたんだよな。これのところで、スマート EX なんで私はね、スマート EX で、ログインをしますよと。そうすると EX 旅先予約っていうのがあります。これをクリックすると、確かにPC 用とちょっと画面の感じが違うんですよね。で、ログインできた。で、下の方を見たときに、すべての観光プラン検索ってやって、やったときに、さっきね、これだと下に出てきたんですよね。ずらーっと見とったら、利用日を設定して、エリアは東海。ってやったら、そう、こんな感じで、今下のところに出てきましたね。なんかいいご予約の、なんか出てなかったマークが出てたんですけど、これで、この名古屋お出かけ切符出ましたね。これで、どうも行けるみたいです。で、大人に1名でご利用日を、私がいつからだったっけな、買うのが。11月の、いつかっすね。に検索。いいご予約も、ログインせずに予約もできるんだ。で、私はいいご予約も入れたんで、いいご予約も入っちゃいますよと。ワンタイムパスワードを、で、ワンタイムパスワードを入れた。で、これで入った。で、あ、そっか。JR とかじゃなくて、JR 西日本の方だから、またこっちはこっちでクレジットカード登録がいるのか。クレジットカードの投稿もできたんで、そうすると出てきまして、JR お出かけ切符当日限り有効ってことで、これでクレジットを設定したれば、一応なんか、受け取り前、ご了解日であれば変更ができますよとかってのがありますね。受け取り益についての案内がありません。受け取り益については、ちょっと見ときましょうか。ってことで、いろいろとあと出てますけど、これ基本的に JR 西日本の情報で書いてあるんで、今回、利用する場合は、この、黄色いマークのところからですね、いいご予約の表示ある JR 東海の指定席券売機、切符売り場で、買うことができますってことで、受け取り益の一覧はこんな感じ。これですね。JR 東海の、受け取り益は、こんな感じってなっていて、三重県だとこんな感じですね。桑名、四日市、亀山も受け取りが可能と。で、あと、津、松阪、多岐とかってなってますけど、今回は実は、利用エリア内でないとダメっていうことなんで、この津、松阪、多岐、紀伊長島、尾鷲、熊野市では受け取りができませんよと。利益もですね、できませんということです。で、四日市は確か、指定席券売機があるんですけど、桑名もあったと思います。あったはずなんで、
ここはそれで受け取りができるんで、朝からでも結構、早めに受け取りができるはずなんですが、亀山駅は有人窓口でないと受け取りができないはずなので、そうすると、ちょっとかかるんじゃない、朝一の、やつとかだとちょっと、間に合わない感じになってしまうと思うんで、ちょっとそこに関しては気をつけた方がいいのかなというところですね。で、今回は多分朝一からちょっと使う予定なので、ちょっと事前にね、受け取りに行こうと思います。と、こんな感じで、番号を入れたりしてできるらしいですと。で、決済画面に進みますと。と、いろいろと予約をしてます。だけど、こんな感じ、確か1500円ってなってますね。はい、名古屋大会を入れようと思います。で、購入決済ボタンを押してあると、お、予約完了しましたね。これで、受け取りが可能になるみたいです。じゃあ実際にね、受け取りに行った画面は、また、実際受け取り編っていうのでね、別にしときましょうかね。という感じでね、とりあえず予約はこんな感じ。で、明日の動画になるのかな、今からちょっと受け取りをしてきますんで、実際その受け取りの模様も、案内できたらなと思います。さあ、ということで、まあ、続きに、ね、なってると思いますけどね、JR 四日市駅ね、来たんでね、受け取りをしていこうと思います。まあ、ちょっと受け取るだけなら、ちょっと前のところ、送迎のところでね、ちょっと止めさせてもらって、まあ、すぐね、切符だけ受け取っていこうかなってところなんですけど、データだけね、見ると、いいご予約サイトのところで、またキャプチャーした画像貼っとくから、こんな感じで、ご予約サイトのところで、詳細も見れるようになってますし、こんな感じでね、見れるようになってますと。で、ここに書いてある、予約番号とかいろいろと書いてあるんで、これを使えば、予約ができるみたいですね。受け取りができるらしいので、行ってみようと思います。ちなみに、メールアドレスも登録してあったんで、メールアドレスの方にも、その番号とか届くんで、別に、会員登録してない場合は、そのメールのところから見ていけばいけるのかなという感じですね。じゃあね、早速、受け取りの方を、駅にしていこうと思います。まあ、今日はね、受け取りだけなんでね。どこかな？当日多分亀山から使うと思いますけどね。うん、それはできねえのかな。これだとできねえのかな。そうだね。特段に公開するしかないもんな。ちなみに、あの切符やっぱええね。どこまで来るってなんとか言ってたんですけど。切符用が1340円だし、三河あるな。ここやな。1690円やから。ここ行って、行くだけでもっと取れるんだ。すごい。売り場やと友人のところで聞き方になってるんで。亀山は6時過ぎだったっけからなんで、それまでは、受け取りができない。ですから、始発とかでね、ちょっと朝一が、使おうと思う場合には、前日までにね、受け取りをしておく必要があるみたいですね。いらっしゃいませ。お求めの切符の種類をお選びください。これか。いい声や。切符。200時にペイントカードを支払い。お支払い方法をお選びください。一緒した。あ、クレジットカードも。ああ。よくとね、予約した時の、カードで、ね、忘れても書かないとダメですね。しばらくお待ちください。カードで確認、認証するんだ。これは、電話番号か。暗証番号なんで、なんか。あ、これだ。で、カードや切符の取り忘れにご注意ください。発見しています。カードや切符の取り忘れにご注意ください。カードをお受け取り、カードが切符をお受け取りください。お、出てきた。よし。さあ、ってことでね、聞かれてきましたけど、結構ちょっと独特でしたね。要は、支払い決済は、登録ね、
インターネットでスマホでポチポチやった時に決済自体は完了してるんですけど、その決済したカードですが、ね、そのクレジットカードを私今回はね、イオンカード使ってましたけど、そのカードを挿すことによって、そこで決済するわけじゃないんですけど、このカードを使った決済のやつの照合って形で落とせるみたいですね。で、一応そのカードの盗難対策のために、登録したら電話番号の下4桁の確認がいるらしいんで、危うくちょっと間違えて、クレジットカードのに、暗証番号入れそうになっちゃいましたけど、じゃなくて、電話番号と入れると、発見ボタンが出てくるっていう形らしいですね。ってことで、さあ、買ってきましたよ。こんな感じで、クレジットの方でね、クレジットの発見のやつも出てますけど、わぁ、見にくい。よいしょ。で、利用規約もね、こんな感じで書いてあります。いわゆる、企画乗車券になるんでね。こんな感じでいろいろとわーっと書いてありますけど、まあ、期間は1日に限ります。まあ、あそこの、ホームページに書いてあったことがそのまま書いてあると思ってもらったらいいですね。で、使用開始後は払い戻しはできませんよ。あと、乗り継ぎ割引等は、利用ができませんよとかね、新幹線を使いませんよとか、そのあたりの基本的なことが書いてあります。で、急行券、グリーン券、座席指定券、特急券は、別途、その、特急券との乗車券としては使えるけど、特急券の部分は使えま、別途ご購入くださいという形ですね。ですから、快速見栄の、あれも使えるのか、快速見栄の指定席券も、だからライナー券みたいなのも、別途購入すれば使えますよ。逆に言えば使えるということですね。で、これがその切符ってことですね。こんな感じなんですね。確かにエリアは、青空フリーパスと比べると、ちょっとエリアはね、狭いですけど、まあ、片道でさっきも出ましたよね。こっから三河みたいに、あっちの方、片道行くだけで1500円とか1600円かかるんで、もう、行って帰ってくるじゃなくて、行くだけでね、元が取れてしまうっていう、このやつは1500円ですからね。で、これ、当日も発行できるし、当日予約もできるみたいなんです。ですけど、まあネット予約とかね、まあ多分慣れたらね、当日にね、お、今日あれ行こうかなっていうんでね、全然できると思いますけど、まあ最初の、ね、登録の時はちょっと色々と決済のやつとかもね、あるんで、事前に、やっておけばいいと思います。1ヶ月前から予約と受け取りが可能になってるみたいなので、そのあたり使ってもらったらいいんじゃないかなと思います。ってことでね、また、予告11月5日に、まあ軽いですね。まあそんなに遠出じゃないですけどね。今回このエリアなんで。で、ちょっとね、ぐるっと回ってくる企画やろうかなと思ってますんでね。またその動画が上がるのは来年の春かなぐらいになってます。なんとかね、ちょっとね、ロング動画もね、投稿ペース早めてね、ちょっと出していきたいんですけど、なかなかね、それがね、難しそうなんでね、ちょっとね、うん。まあそのあたりもね、ぼちぼちと。調整しながらね、やっていきたいなと思ってますんで、どうぞよろしくお願いいたします。まあ、こんな感じでね、受け取りできますよ。友人受け取りは友人受け取りで、また、一回一パターン取ってみようかなと思ってますけど、どうも、亀山駅とかの場合は、友人のところへの受け取りなのかな？うん、そうですね。亀山駅は、切符売り場で受け取りができるらしいんですけど、切符売り場がね、朝の6時から、夜の9時まで、なんだ、実は四日市駅も開く時間は早いんですけど、おそらくね、今回予定では、ちょっと私が6時前のね、列車、まあ、簡単に言うと4時台に始発のめちゃくちゃ早い列車にね、乗ってみようっていう、企画を考えてるんで、ちょっとね、そっちの方が、使えないので、そんな感じで、ね、朝一早くから出る場合は、亀山駅は確か切符売り場に、あれがないんで、EX 予約がね、受け取りできる、さっきの滝の券売機がね、指定席券売機が、設置がされてないので、ちょっとそこだけは気をつけた方がいいですね。このエリアだと、桑名は OK。桑名は駅にあるし、まあ、友人会社とも確か早くから空いてましたしね、問題なく使えるんじゃないかなと思います。ということでね、まあ今回はね、こんな感じで買いました。まあ慣れてしまえば、最初はね、ちょっと簡易登録やらね、いろいろと大変ですし、あれですけど、リンクがちゃんと飛べるように、飛べ、もうなんなら、直接飛べるリンクが貼れたら貼っときますんで、うん。そんな感じでね、慣れてしまえばもうこれもうめちゃくちゃ1500円でこんなお得なね、移動ができるっていうことになってきますんで、ぜひおすすめなんでね、やってもらったらいいんじゃないかなと思います。ということで、この動画はこれぐらいで締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。